パンドラと一緒だなんて。よろしくね、パンドラ。ん？何か用？ん？何か用？あら、どうしたの？あら、どうしたの？新しい仲間と戦うのも悪くないわね。ん？何か用？ん？何か用？あら、どうしたの？あら、どうしたの？LBX を元に設計された LBCS か。新鮮ね。またパンドラと一緒だなんて。よろしくね、パンドラ。ファーストケースには負けないんだから。新しい仲間と戦うのも悪くないわね。ん？何か用？あら、どうしたの？LBX を元に設計された LBCS か。新鮮ね。またパンドラと一緒だなんて。よろしくね、パンドラ。ファーストケースには負けないんだから。新しい仲間と戦うのも悪くないわね。ん？何か用？あら、どうしたの？LBCS はパンドラ。遅ればせながら装甲娘プロジェクトに協力するわ。はじめまして、アミさん。ジ・エンペラーこと片倉ソフィアです。今回あなたの教育係に任命されました。早速で悪いのだけれども、 LBCS を装着していただけるかしら。構わないけど、そんなに珍しいものでもないでしょうに。今さら何の確認なの？現状でのあなたの力を把握しておきたいの。軽く模擬戦といきましょう。この私と。なるほど。私も現装甲娘の中でナンバーワンと称されるあなたにとても興味があったの。実力を確認したかったから。話が早くて助かるわ。 LBCS コネクト、パンドラ。じゃあ遠慮なく行くわよ。なるほど、わかりました。たった、この私が秒殺ってどんだけ強いのよ、あんた。私が強いということもありますが、あなたが弱すぎるのですよ、アミさん。随分とはっきり言うわね。レジェンドメンバーとはいえ、こと LBCS に関しては特別な能力を持っているわけではないというのがよくわかりました。ですので訓練は遠慮なく厳しく行わせていただきます。一日でも早く使い物になるようしっかりついてきてくださいね。上等だわ。今までレジェンドだなんだと腫れ物に触るような扱いにうんざりしてたところよ。一日でも早く使い物になるよう、冗談じゃないわ。数ヶ月後にはあなたを追い抜いてみせるわ。必ずよ。その息です。そうなればいいですねとの思いを込めつつ、あなたの面倒は私が責任を持って見させていただきますので。ふっ、私がどんどん強くなっていっても途中でビビって投げ出すのはなしだからね、エンペラー。さすがはアミさんですね。少々煽り気味の方がやる気を引き出せそうです。そしてあの非凡なセンス、彼女がレジェンドということを嫌でも実感させられましたわ。末恐ろしいですね。
しもし、久しぶりね、バン。元気にしてた？うん、私は元気よ。なんとか LBCS の適性検査もパスできたし。そうそう、聞いて、エンペラーが私の教育係なの。すごく強くって、ジンの最初の頃を思い出すわ。そっちは博士の助手、ちゃんとできてる？まさかあなたが LBCS 装着したりしないでしょうね。ああ、パーツ検査や図面のチェックまでか。そうね、確かに男性ではシンクロできないみたいだしね。え、私も頑張るわ。出遅れた分しっかりやらなきゃ。そういえばさ、聞いた？カズのこと。そうなの、避難所から出て行ったって。北島店長から聞いたわ。うん、専用の避難所には入ってなかったみたい。あいつこんな状況なのに何してんだろう。心配かけるにも程ってものがあるわよね。うん、私も時間を見つけて探してみる。バンも何か情報入ったら教えてね。の動きそのままってイメージじゃ無理か。これで何度目ですか、アミさん。 LBX とは質量が違うのですから、そこを考えないと。質量差は分かってるわよ。でもスラスター噴射のタイミングと状態のバランス制御で何とかならないか奮闘中なのよ。これができればかなりトリッキーなフェイントが使えるはずなのよね。何としてもものにしたいわ。腹部ダンパーやアクチュエーターも調整しなきゃダメかな。整備班に頼んでみようかしら。なんなら山野博士に改造を。はあ、効率や特性を考えて制御しようと頑張っているところはさすがだとは思いますが、まずは基本が大切ですよ。最初は質量と慣性に即した動きをマスターしてですね。トリッキーな動きはそれからでも。そんな悠長なことしてたらいつまで経ってもあんたに追いつけないじゃない。まずは戦闘でアドバンテージを取れる動きをマスターしたいわ。基本はその中で自然に身についていくわよ。普通はそのやり方だと逆に遠回りになるのですが、アミさんだと本当に何とかしてしまいそうなのが恐ろしいところです。ええ、何とかして何とかするわよ。目標は LBX の動きのトレースね。このイメージが形になればエンペラーにもおいそれとは負けないと思うわ。首洗って待ってなさいよ。アミさん、戦場で私と戦うつもりなんですか？倒すべきはミゼレムなんですよ。あ、そういえばそうね。じゃあ出撃したらどっちがより多くミゼレムを倒せるかで勝負しましょう。面白いですね。その勝負受けて立ちますよ。決まりね。よし、負けないわよ。あ、そういえばさ、私がやりたい動きってエンペラーにもイメージできる？あなたならどう制御するのかしら。そうですね、おそらくとこのような感じでしょうか。あっさりとやって抜けたわね。どうやればいいの？勘どころはどこ？主には体重移動と慣性の先読みです。次の動きを見越して予備動作をつなげるのが大切ですね。言ってる意味はわかるけど、どうすれば実現できるか具体的な方法が知りたいんだけど。そうですね、私は基本動作の反復練習で覚えました。あとはそれの応用でしょうか。また基本か。どこまでもついて回るわね、それ。ええ、基本はベースであり究極です。迷った時に立ち返れる心の拠り所でもあるんですよ。私はその基本動作の習得に2ヶ月かかりました。当時はミゼレムもいないので随分のんびりペースでしたけどね。アミさんはこれなくしていろいろなことをやろうとしてるんですから大したものです。私にはちょっと無理ですね。わかったわよ、やればいいんでしょ。基本見てなさい、2週間でマスターしてやるから。
アミさんなら本当にそれでマスターしてしまいそうなのが恐ろしいところです。もしもし、バウン？聞いてよ、 LBCS って面白いわ。自分の体を使う分、いきなり LBX のようにはいかないけど、あんな感じっていうイメージの助けにはなってるわね。ただ完成には注意が必要ね。まだよく壁に突っ込んじゃうの。え？失礼ね。私が重いわけじゃないわよ。え？カズのこと？なんかはぐらかされた気がするけど。まあいいわ。何かわかった？ジンにも聞いてみた？え？それで？時をしていないの別の避難所にいたの？ドレッドが増して、さらにワイルドになってた？あいつは一体どこを目指してるのかしら。避難所もヘアスタイルも。ところで、ジンはどう？元気でやってるのかしら。何か面白いこと始めてるって？詳細はまだ秘密。へえ、そういうこと言っちゃうんだ。いいわ、今度自分で聞いてみるから。それじゃ、またね。何をコソコソしているのですか？エンペラ、脅かさないでよ。あ、いや、何でもないのよ。ただ今日は確かアテナスと模擬戦やってたなって、気になるなら堂々と見学すればいいじゃないですか。なんで人目を忍ぶような真似を？私がここにいるってまだあんまり知られたくないのよ。少なくとも代表メンバー入りするまでは。なるほど、レジェンドならではのしがらみってやつですか。確かに模擬戦にはマスコミも出張ってきますからね。ねえ、調子はどうですかとか、いつ代表入りするんですかとか、いちいちうるさいのよあいつら。ほっといてほしいわ。それでマスコミに見つかるリスクを冒してまで見たかったのは何ですか？やっぱりアキレスさん？うん、確か私と同時期に装甲娘になったのよね。なのに随分腕を上げてるとか、どの程度か気になるじゃない。そうですね、アミさんも随分上達は早い方だと思っていましたが、アキレスさんはそれ以上です。私も少々驚いています。ただレッドリボンさんというおそらく同期の方もいるのですが、彼女はまだアミさんの域にも達していないようですよ。そうなんだ、アキレスの子が特別ってことね。負けたくないな。私もうかうかしてられません。今はまだ負ける気がしませんが、この調子で行かれたら1ヶ月後の選考会ではどうなるか。何より怖いのはアテナスの隊長さんです。あの方相当な切れ者ですよ。なんで赤くなってるの？心なしか口元もにやけてるし。そんなことありません。気のせいですよ、気のせい。とにかく我ら防衛隊第一特捜小隊のファーストケース候補の地位も盤石ではないということです。頑張りましょう、アミさん。そして一緒に強くなりましょう。一緒に？そうね、約束よ、エンペラー。ええ、約束です。もしもし、ジン？アミです、ご無沙汰ね。ええ、なんとかやってるわ。まだしっかり使いこなしてるとは言えないけど。え？羨ましいの？私が？できることなら自分も戦いたいか。ジンらしいわね。そうそう、バンに聞いたわよ、何か面白いことやってるって。ええ、そう、耳が早いのよ。もったいつけずに教えなさいよ。何か協力できることがあるかもしれないでしょ。むむむ。へえ、装甲娘の育成学校か。確かに
防衛隊や民間だとキャパオーバーしてるっぽいし、バラバラの環境で育成するより効率はいいわよね。ふーん、カムイ大門総合学園っていうの？変わった名前ね。なるほど、確かに面白いことやってるわね。さすがカイドウジンね。抜け目ないわ。うん、わかった、任せといて。私もそのうち講師として協力できるように頑張るから。あ、ところでさ、カズのことなんだけど。うん、避難所で会ったんだって？え？またいなくなったの？どういうこと？前に会った時何か言ってた？こんな状況なのに俺は何もやってない？レジェンドとして恥ずかしい？そんなの気にすることないのに、周りが勝手に言ってるだけなんだから。そう、そんなに思い詰めた感じだったの？あのバカ、またネガティブ思考に取りつかれてるのね。なんとかしなくちゃ。うん、バンにも相談してみる。ありがとう、またね。あら、エンペラーの姿が見えないわね。いつも真っ先に来て訓練してるのに。あ、しがらき教官、エンペラー見ませんでしたか？今日はどこかに出かけてるとかでしょうか？エンペラーか。その件について君に話しておかなくてはいけないことがある。エンペラーは本日付をもってファーストケースに、つまりアテナスへ移籍となった。もうここにはいない。え？おっしゃってる意味がよくわからないのですが。もともとはアテナスからの申請が話の発端だったのだがね、最終的には政府からもジ・エンペラーはファーストケースに配属すべしとの方針がすでに決定されていたんだ。結果防衛隊はアテナスに敗れ、エンペラーは遺跡となった。これも私の不徳の致すところだ。皆には申し訳ないと思っている。そんな、エンペラーはそれを承諾していたんですか？まさかこんな状況になるとは考えてなかったので、ずっと本人には知らせずにいたのだが、結局彼女自身がアテナスからの申し出に快諾していたよ。私としても少々の寂しさを覚えたが、仕方のないことだな。何よそれ。約束したんです、エンペラーと一緒に強くなろうって。それなのにこんな、納得しろっていうの？こんなの私にぐらい一言相談してくれたって。エンペラーから当日まで皆には内緒にと頼まれていたんだ。部隊内の混乱防止のためにとね。ただ君には伝言をことづかっている。伝言？離れていても思いは同じです。一緒に強くなりましょうとのことだ。離れていても思いは同じか。自分はどんどん先に行っちゃうくせに勝手なものよね。上等じゃない。あんたがいなくたって私は強くなってみせる。セカンドケース先行までには必ず間に合わせるわよ。うん、もうしばらくしたら A 国の LBCS 強化部隊の隊長が視察に来ることになっている。状況次第では彼にセカンドケースの隊長を頼めるかもしれない。その環境でなら君はさらに強くなれるだろう。それはありがたい情報だわ。今はとにかく効率的な訓練環境が必須だから。見てなさいよエンペラー、あんたのところまでなんかすぐに追いついてやるんだから。もしもし、ちょっとバン聞いてよ。エンペラーったらひどいのよ。あ、状況は聞いてるんだ。
博士経由で？そう、いや、私にとってはいきなりのことだったのよ。え？向こうの都合もあるって、そりゃそうかもしれないけど、私の都合はどうなるのよ。私の味方してくれないんだ。はあ、へえ。そういうわけじゃないって。じゃあどういうわけなのよ。まあいいわ、意地悪はこのくらいにしておいてあげる。それどころじゃないしね。そう、カズのことまだ見つからないって。どうしよう、パン。私も探しに行きたいけど、訓練が忙しくてしばらく抜けられそうにないの。ジンも今忙しくって、なんかどこかの島に行かなくちゃいけないとかで。え？こっちに来るの？バンが？博多シティから？まあ確かにリニアなら長野経由で来れるか。でもトキオシティは今うかつにはうろつけないわよ。ミゼレムがうじゃうじゃいるもの。装甲娘を護衛につけてもらえるんだ。誰？現状でミゼレムと戦える子なんてそんなには。わからないって、そんな無責任な。そっちで開発に協力してる子の誰か？そんなんで大丈夫かな。ああ、そうね、そんなにミゼレムが多いとこにはカズもいないか。そうね、せめて足取りだけでも掴んでおかないと。もしカズに何かあったりしたら。わかったわ、ありがとうパン。じゃあお願いね、何かあったらすぐ連絡しなさいよ。教官に許可もらって CCM を身につけておくから。うん、じゃあおやすみなさい。バン？どうしたの？何かあった？え？何？よく聞こえない。なんでそんなに周りがうるさいの？カズが見つかった？大丈夫？あのバカ無事だったの？ゲリラのリーダーってなんでそんなことになってるのよ。何？今の音爆発音だったわよね。ミゼレムと戦ってるの？カズが？何やってるのよ。もう、あ、もう情報通信が使えれば動画で様子を送ってもらえるのに。あ、静かになったわね。ちょっとバン、順を追って説明しなさいよ。一体何がどうなって。カズ？カズなの？久しぶりじゃないわよ。どんだけ心配したと思ってんの。なんでゲリラのリーダーなんて。え？ゲリラじゃなくて遊撃隊？どっちでもいいわよそんなの。なんでそんな危ないこと。避難所を守るためにできること？確かに防衛隊の手は足りてないけど、バリケードを作ったり、瓦礫をミゼレムに落としたり。まあそれなら多少は進行を遅らせられるかもだけど。地雷やバズーカまで使ってるの？それを防衛隊から。そう、あ、ひょっとして放浪してたのってその遊撃隊とやらの仲間を集めたり物資の調達で駆け回ってたってこと？そう、そうなんだ。カズはカズなりにやることを見つけたのね。よかった、よかったよ本当に。ひょっとしたら拗ねてるのかなって思わなくもなかったけど、さすがはカズね。やると決めたらやる男ね。あ、ファーストケースが来た。じゃああとは彼女たちに任せて安全なところに避難して。私も明日からセカンドケースとして出陣するの。カズともどこかの戦場で会うこともあるかもね。え？そう、セカンドケース、しかもリーダーだから責任も重大なのよ。うん、ありがとう。私なりに頑張ってみるよ。じゃあ、私も訓練に戻るから、カズも十分気をつけなさいよ。またね。あ、しまった。
にお礼するの忘れた。まあいいか、また後で連絡すれば。青島和也、見つかったのか。あ、ジャック隊長、訓練中にごめんなさい。そうなんです、見つかったんですよ。何でも遊撃隊のリーダーで避難所の護衛をしてるとかで。さすがはレジェンドの一角といったところか。人々のため進んで何かをなそうとする。違うわ、ジャック隊長、レジェンドだから何かをなすわけじゃなくて、ほっといても何かをなすからレジェンドなのよ。私も数に負けてられない。明日の初陣確実にこなしてみせるわ。そして必ずエンペラーに追いつく。待ってなさいミゼレム、一匹残らず駆逐してやるんだから。